い、どうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はですね、今回は久々にねドラゴンエスケープやっていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、早速やっていくんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、なんだろう、前回やったのがいつだっけな、結構前だと思うんですけど、まあね、まだ動画内でね、クリアできてないっていうのがね、マジで悔しいので、今回こそはね、今回こそは、ガチでね、クリアしていきたいと思います。まあ、というわけでね、まあ、試合始まるまでカットしたいと思います。はい、というわけでやってきました。めっちゃ待ったよ、俺。2分、3分ぐらい、めっちゃ待たされたんだけど。まあ、というわけで早速ね、やっていきましょう。まあ、とりあえずね、まあ、ここのね、最初はね、簡単なんですよ。最初で落ちるやつなんて、大体ね、もうほんと下手くそなんで、マイクラやめた方がいいかなって思います。ちょっとね、それもね、言い方があると思うんですけど、まあまあまあ、ここはね、まあ、ここはクリアできないと、まあ、さすがにね、まだまだゴールには遠いと思うんで、ちゃんとね、クリアしていきたい。よいしょ。いいね。ちょっと前のやつだから、ちゃんと速いってのがね、ムカつくな。よいしょ。いいね。今んとこは超順調。今のところはね、まあ、ここで油断して落ちちゃダメなんだよ、本当に。ほい。お、バカ野郎、バカ野郎、おー、踊れ踊れ踊れ。はい、というわけでやってきました。まあ、切り替えてやっていきましょう。で、今回のマップはね、この溶岩のマップですね。僕の一番大嫌いなマップです。ほんとね、ここマジでクリアしにくい。てか、なんならなんかね、マジで溶岩が邪魔なんだよね。まあ、けど、とりあえず最初のところはね、しっかりとクリアして、まあ、最終に備えたいね。とりあえず、斧のチャージとかはね、残しておいて、いい感じに、ゴールできたらなって思います。おい。OK、いいね。いつもここで大体失敗するんだけど、おい、ここなんだよね、毎回。ここがね、マジで問題。ほい、OK。いいよ。で、ここもね、気を緩めとマジで落ちるんで、ちゃんとね、一歩一歩を大切にしていきたい。よいしょ。いいよ。で、ここですね。で、こう、こう。で、ここの注意点は、ここの溶岩に引っかかることなんで、ちゃんとね、ちゃんと行きましょう、皆さん。ゆっくり落ち着いて。で、ここもこう行って、で、飛びますと。で、ここも飛んで、ここを、いい感じに着地。で、ここだよね。いいね。一歩一歩大切に、大切にしていこう。いいよ。最高だよ、お前。オッケーオッケーオッケー。最高だ。いけ。おっ、バカ野郎。はい、というわけで、まあまあまあ、早速ね、第1試合目ということで、1試合目やっていきたいと思います。まあね、こんなとこは最初かん、おーおー、ラグったな。おー、最悪なんだけど、普通にスタートダッシュがクソになった。てか、ラグってんな、めっちゃ。ラグにだけはやめてくれ。なんでお前らそんなショートカットがあんのか。俺も行かせてくれよ。そんなショートカットがあんの？はい、というわけで、まあ、気を取り直してやっていきましょう。でね、このミンコンケープつけてる人ね、かっけえ。かっけえけど、その羽がね、マジでゴキブリの羽みたいで気持ち悪い。というわけでやっていきましょう。まあ、早速ね、開始早々ディスっていくということで。まあ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 、ここはね、安定のクリア。はい、というわけで、まあ、やり直していきましょう。まあ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 、失敗はね、誰にでもある。ということで、そろそろクリアしないとね、見てくれてる人がね、つまんないと思うので、今回こそはね、マジでクリアしていきたいと思います。まあまあまあ、本当にね、俺はね、勝てるんだよ。勝てるんだけど、まあちょっと動画映えをね、狙って、ちょっと毎回ね、落ちてるわけなんですけど、まあ今回こそはちゃんとね、しっかりクリアしてね、皆さんにね、この、勝った時の、映像をね、届けたいと思います。まあまあまあ、さすがにね、スカイウォーズでいつも無双してる僕がね、ドラゴンエスケープなんかでね、負けるはずがないんですよ。普通にやってね。だから今回こそちゃんとね、しっかりと見せていきたい。やばいよ。ちょっと待って、落ち着け。こっからだから、俺は。あ、こんなんどうやっていけと？ちょっと待って。ちょっと待ってな。いやでも、違う。これは、俺に対して落ち着けってことなんだよ。このサーバーからの。OK。普通にね、しっかりと一歩一歩踏めばね。はい、というわけで、まあ、ラスト試合やっていこうかな。まあ、今回こそは絶対勝ちます。はい。勝ってね、
素晴らしいところを皆さんに見せてね、動画締めれたらなって思います。というわけで、まあ華麗な一歩ね、華麗な一歩をね、一歩一歩、何回一歩って言ってんだ俺は。華麗にね決めていくこの歩き方、もうモデル級に素晴らしいんで僕は。やっぱねパリコレを歩いたこのね僕の足はね一般プレイヤーとは違う、まあ、そういうところをねしっかりね、皆さんに見せつけてね、まあ他のプレイヤーとはね俺は違うぞと、まあ、そういう一面をね見せていきたい俺は。よいしょ。まあ前に出しゃばってんのはまあ生きてるね、まあクロちゃんみたいなもんなので、とりあえずここもしっかりと一歩踏んでと。はい、というわけでね、はい、というわけで今のはね足をくじいたということで、見逃してください。まあというわけでね、本当にねパリコレを歩いた俺は違うぞと、まあ、それをねちゃんとねこの試合に見せつけたらなって思います。というわけでまずここはね華麗にかましていく。でちゃんとね2段のところはしっかりとブーストしてね、おいでいいよ。でこの前にね出しゃばってるクソ豚どもをね、まあぶちのめしていきたいと思います。とりあえずはね、まあまずはね先に歩かせて、でとっととね死んでもらいましょう。でここもショーツカットをねちゃんと決めていくあたり、俺らしさが出てるということで、オーケー決まってるぜ、いいよ。でここもしっかり、ちゃんといく、ちゃんとねこのねあの僕の前にいる2人は多分落ちると思うので、まあ、ああやってねショートカットを決めるのもいいんですよ、決めるのもいいんだけど僕は激しい道の方が好きなので、ちゃんとね、まあ、ショートカットをね、まあ、するときはするけど必要ないってね感じとかはマジでしないので、とりあえずねこういきます。で出よ出よ、こっからだよね問題は。ほいといいね、おい待てあいつらさ。はい、というわけで、まあ、今回も一勝もできずに終わりましたマジで悔しい、マジで悔しいよ俺は。というわけでまた次回のリベンジにしたいと思います。面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あと Twitter のフォローもねよかったらお願いします。下の概要欄から飛べるようになっているので、フォローしてくれると嬉しいです。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ